どうも大之助です突然なんですけど皆さん普段寝てるとき夢って見ますか見ないっていう人も多いかもしれないし見たとしてもすぐに忘れちゃうって場合がほとんどですよねで大之助も今朝ちょっと悪夢見て目が覚めたんですけどちょっとその夢今思い返してたらちょっとなんか変だなーっていう風に面白かったんで忘れないうちにお話ししておきたいんですけど俺兄貴がいるんですけど兄と俺が呪術廻戦の世界に迷い込んでたみたいな感じで俺らが主人公の夢を見たんですよねでジュース回線で両面少なって 化け物がいるじゃないですか主人公の内側にいるあの両面宿儺がたくさん人を殺すわけなんですよねで戯れで僕と兄貴だけ生き残ってというか生き残らされてお前らの命を奪わないでおいてやると代わりにこの殺したやつらの殺人罪をお前たち兄弟がかぶれっていうふうに言ってくるわけなんですよねそしてこのことをお前らが第三者に話したら片割れが死ぬぞっていうような縛りをかけられるわけなんですよね、まあ、今思ったら両面スクナは 自分の快不快で物事を決めるからそんな罪の意識をな,んかなすりつけるだったりそんな小,小賢しい真似とかしないと思うんですけどどっちかっていうと真人がやりそうなやり口なんですけど何にせよあの俺と兄貴はあの人殺しのなんか罪をあの着せられそうになるわけなんですよね本当のことを言えないまま日常生活に戻るわけなんですけど 僕今社会人なんですけど、あの、なぜか僕、高校時代に、あの、まあ、タイムスリップしてるというか、学校に行ってるわけなんですよね。高校に行ってるわけなんですよね。で、俺の兄も、なぜか俺と同じクラスにいるわけなんですよ。何回留年したいんやって話なんですけど。そんな中、まあ、少なの大量殺人によって、あの、自分の友人が少なくなってたりとか、そして、あの、まあ、クラスメートたちの家族がやられてたりとかするわけなんですよね。クラス中が悲しみに包ま,包まれてるわけなんですよね。 で、クラスに入ってきた担任の先生が、担任の先生に化けている両面スクナだったんですよね。まあ、それこそまた、また真人がやりそうな手口なんですけど。で、その担任の先生を扮する両面スクナが、このクラスの中にあの事件を引き起こした殺人犯がいるみたいな風に言ってくるわけなんですよね。で、俺と兄貴は心の中で、いや、お前やろっていう風に思うわけなんですけど、まあ、何せよ、このままぼーっとしていたら、 その、両、あの、少なに、その、僕たちがやったっていうことにされている罪が、あ,あの、なんかつまびらかにされて明らかにされて、の僕と兄貴がその多分クラスメイトたちに暴行をご依頼されるというか、そのまま命を奪われるだろうし、とか警察に捕まるだろうし、そして、いや違うんだ本当はこういうことがあってっていうことに本当のことを言ってしまうと、まあ、あの、僕か兄貴はどっちかがその縛りによってやられてしまうっていうような状況になるわけなんですよね。で、このままじゃまずいというふうに思って、僕は教室から飛び出すんですよね。で、あの、僕なぜか、あの、五条先生の連絡先持ってるわけなんですよ。 五条先生助けてくれっていうふうに連絡するんですけど、電話のコールボタンを押すんですけど、何回電話しても出ないわけなんですよね。で、ここから先、あの、ちょっと、呪術改戦の原作、ネタバレになっちゃうので、アニメしか見てない人たちは、ちょっと30秒ぐらいスキップいただきたいんですけど、僕、この話しているの、ゴールデンウィークの5月の6日なんですよね。5月の6日現在の呪術改戦の最新話って、五条先生が復活して、両面スクナと激突するっていう直前で終わってるわけなんですよね。 で僕の夢なぜかそこだけ原作に忠実で多分その「僕の夢」の世界ではあの五条先生と両面宿儺が戦ってそしてその勝負の結果、まあ、両面宿儺がその僕の教室に来たということは五条先生はもうということになっちゃってるわけなんですよね。であ 五条先生が負けたっていう風になって、もう、藁にもすがる思いで、その辺にいる人たちも、あの、僕のこの夢、五条先生で、両面少ない以外、あの、板取くんとか、あの、伏黒くんとか一切出てこないのがちょっと今思ったら謎なんですけど、その辺の通行人に、もう、洗いざらいすべて話そうっていう風に決めるわけなんですよね。こう、こういうことがあって、なんか、戦える人探してるんですっていう風に言,言い終わった後、あっ、しまった縛りのこと忘れてたっていう風にやるわけなんですよね。その、そのなんか、両面少ないに課せられた、 がやった罪のことを誰かに言ってしまうと、その瞬間、あの、言わなかった片割れが死んでしまうと、だから兄貴が死んでしまうと。だからやばい俺のせいで兄貴が死んでしまう兄貴兄貴っていう風に俺全力でその兄貴の元にかけているところで、夢が覚めたんですよね <laughs>。どんな夢って話なんですけど。まあ、バッドエンドで終わる夢を見たわけなんですけど、まあ、この夢のことちょっとさっき兄貴に話したら、まあ、スクナはそんな、なんか古息な真似しないよねっていう風な話になったんですよね。 多分やるなら、お前ら二人とも特別に生かしてやるっていう風に言って、安心感を与えた後、片方の首をはねて、で、もう片方が絶望に打ちひしがれながら逃げているところ、その後ろの背中を切りつけるんだろうなっていう風に兄貴言ってたあ確かにそれの方が少ないやりそうっていう風に思ったわけなんですけど。まあ、呪術改戦の原作の方で、板取雄二君が、少なっていう風に何回も叫んでたシーンがあったと思うんですけど、精神世界の中だったりとか。 あの『ジャンプ』の最新話あたりの『死滅俳優』の最新話あたりとかでもね終盤とかでもね「まあ、少なあ」っていうふうに叫んでたと思うんですけどいやー僕もちょっと夢の中で「少なあ」っていうふうにちょっと叫んじゃったっていうことがありました,ありましたという話なんですよね。 まあ完全に余談なんですけどなんで人間で悪夢見るのって話なんですけど特に大之助結構悪夢見ること多いんですけどなんか人間の脳が無意識にストレス耐性を高めてくれてるらしいんですよね僕たちホラーコンテンツホラー映画とかお化け屋敷肝試しとか好きじゃないですかああいうその怖いものとか恐怖を感じるものスト,レス,ストレスを与えられるものに自ら近づいていくってことは嫌なものと向き合う力とか、まあ、例えば嫌な人間関係とかに会いたいした時に自分の意見を伝える力とか逃げずに前に進んでいく力とかを、まあ、悪夢を見ることによって僕たちの脳が 無意識ででそういういいいスストレスに対すするる練習をししててくれているらしいんですよねだからちょっと僕の夢の中で両面作らないで僕の兄貴やられちゃったわけなんですけど、てか僕が笑っしちゃったせいで俺の兄貴やられちゃったわけなんですけど、まあこの夢の中で兄貴が死んだことは、あのんだろう、僕の今後の人生において、あの無駄じゃないんだなということあのなんか自分に言い聞かせて今日あの朝を迎えましたという話でした。<laughs> ということで今回は以上、バイバイ。